今日から全国の郵便局で来年の正月用の年賀はがきの販売が始まりました。新型コロナの影響で例年のようなイベントも実施されず、静かな滑り出しとなった鹿児島市中央町の鹿児島中央郵便局での年賀はがきの販売。2023年用の発行枚数は全国で16億4000万枚と過去最少となり、年々減少傾向が続く年賀はがきですが、そんな中でも朝早くから購入を楽しみにしていた人も。毎年買ってます。コロナでね、全然会えないから、まあ、1枚でもね、1枚でも多く肉質しようと思って裏表手鍵します。今日発売した年賀はがきは、来年のうさぎ年に合わせて南天と可愛いうさぎが描かれたデザインのものや、人気キャラクターが描かれたデザインのものなど5種類で、値段は1枚あたり63円から73円となっています。